オーバーラップ文庫。世界最高峰の魔法使い育成機関に夢を失った少年ヨヨ。そこで彼が出会ったのは一途に夢を追いかける新入生の少女ルナだった。私、魔道女作家になりたいんです。魔法使いが至る極地の一つ、魔道書作家。無謀な夢を見た目に少女に心を動かせ、ヨヨは再び夢を取り戻す。私に先輩の物語を書かせてください。さあ、魔法使いの物語を始めよう。第7回オーバーラップ文庫金賞受賞作、星読みの魔法使い。先輩、私は魔道書作家になれますか？